こんにちは。今回は長編みの V 模様で作る簡単な編み方のマフラーを紹介します。この模様は長編みの V 模様に編み入れていきますので、細かい目を拾いません。毛糸はこの面白い色合いのモヘアの太いタイプの毛糸です。このように毛足がところどころ長くなっていて、表情豊かな毛糸です。ふわりと編みたいので、今回はかぎ針を10号針で編みました。目もきつくならないようにふんわりと大きな編み方をしています。この V の模様に編み込んでいきますので、毛足が長い毛糸でも編みやすく編めると思います。編み図で説明します。このマフラーは25目の作り目で、最初は鎖編み3目に同じところに長編みを編み入れ、次は鎖編み2目のところに長編みを2目編み入れ、次も鎖編み2個のところに長編みを2目編み入れて、2段目も鎖編み3目で立ち上がり、長編みを編み入れていきます。3段目4段目も同じ編み方です。この V の形のところに長編みを編み入れますので、小さな目は拾っては編みませんから楽に編めると思います。編み地はこのようにふんわりと表情のある編み地になります。編み方の見本は、毛足の長い糸では編みにくいので、この波太毛糸で紹介します。かぎ針は8号針を使います。マフラー全体の編み図はこちらですが、今回見本はこの小さい編み図で紹介します。11目の作り目を作ります。鎖編み11目を編んで、次に鎖編み3目で立ち上がり、鎖編みの同じところに長編みを編み入れ、1、2個目の鎖編みに長編み2目を編み入れて1段目を終えます。2段目は鎖編み3目で立ち上がり、1段目の長編み2目の間に長編みを編み入れ、次も長編み2目の間に長編みを2目編み入れます。最後も長編み2目を編み入れて、3段目と2段目は同じ編み方です。ずっと同じ編み方ですので編みやすいと思います。11目の鎖編みを作りました。8号針で編みます。ここから鎖編み3目で立ち上がり、鎖編みの根元に長編みを編みます。同じところに針を入れ長編みを編みます。次も長編みです。鎖編みの1、2の2個目のところに長編みを2目編み入れます。針に糸をかけて2個目の鎖編みのこの2本を拾ってください。鎖編み2本を上2本を拾って長編みを編みます。同じところにもう1回長編みを編み入れます。次は2個目の鎖編みに2本拾って長編みを編みます。同じところにもう1回長編みを編みます。もう一回同じところに長編みです。このように V のような模様になります。2個目の鎖編みのところに長編みを2回編み入れます。
次も一目のところに長編みを2回編み入れます。作り目の鎖編み2個目のところに長編みを2目ずつ編み入れていきます。最後も鎖編み1目に長編みを2目編み入れます。これで1段目ができました。次は2段目です。鎖編み3目で立ち上がり編み地を裏返します。そしてこの長編み2目の間のここです。ここに長編みを編み入れます。この長編み2目の間に長編みを編み入れます。次も長編みです。長編み2目のこの間に長編みを編み入れます。長編み2目の間をここです。ここに長編みを2目編み入れます。もう1目同じところに長編みを編み入れます。これで V のような模様がはっきりします。次も長編み2目の間のところに長編みを2目編み入れます。同じように長編み2目の間に長編み2目を編み入れていきます。この間にざっくりと針を入れ長編みを2目編み入れます。この編み方ですと編みにくい糸も割合楽に編んでいくことができます。そして最後は鎖編み3目と長編み1目の間に長編みを2目編み入れます。2段目ができました。3段目も鎖編み3目で立ち上がり編み地を裏返し長編みと長編みのこの間のところに長編みを1目編みます。次はこの長編みの2目の長編みの間に長編みを2目編み入れます。この模様編みは2段目以降3段目4段目もすべて同じ編み方です。鎖編み3目で立ち上がり長編みを編み入れ、あとは前段の長編み2目の間に長編みを2目編み入れていきます。編み始めもすべて鎖編み3目から編み始める同じ編み方です。とても編みやすいのでモヘアのような毛足の長い糸でも楽に編めると思います。このような V のような模様が出来上がります。編み方は2段目も3段目もすべて同じ編み方で編みます。そしてこれがマフラーの模様です。このマフラーは色が変わりますので単純な編み方でもとても表情のあるマフラーになります。これは25目の作り目で編みましたが、今回紹介した見本は11目で編みました。簡単に楽に編める模様ですのでマフラーを作るときにはとても適した編み方だと思います。 V 字模様のマフラーの編み方を紹介しました。